はい。皆さん、こんにちは。ミッチーです。今日もブログアップしていきます。え、本日はですね、タイトルにある通り、僕のアルファ 7S3 が行きました。えー、ショックのあまりですね、もう帰ってきてすぐね、アルファ 7S3 壊れましたよということでライブをさせてもらったんですけども、まあ、一応動画の方でもね、えー、お伝えしておこうかなと思います。 え本日ね、朝なんですけども、まあ、仕事がちょっと落ち着いたので、えー、久々に動画撮ろうということでね、これを持って、えー、ま、普段家の中から撮るんですけども、なぜか今日に限って、えー、外に撮影しに出かけましたで。そしてですね、セッティングをしていたところまあ、三脚にね、乗せて、ギュッとね、アルカスイス五感止めておりました。ちょっと高さが足りないなということで、三脚の足をね、伸ばそうとしたところ、これがね、スルンと抜けて、 落ちてしまいました。その結果どうなったかというと、こんな感じで、はい。角がね、削れてしまったんですね。で、それだけだったらまだ良かったんですけども、ま、実際見てみると、もうね、うんともすんとも動かなくなりました、まあ。うんともすんともというのはちょっと大げさかもしれないんですけども、ちょっと症状をね、ご覧になっていただきたいと思います。はい、今バッテリーをね、抜いてるんですけど、バッテリーをですね、このような感じで入れて、 そしてですね、電源を入れます。はい。こんな感じでカメラエラー、電源を入れ直してくださいっていう風に出てしまいます。そして、電源をね、はい。切っても切れません。こんな感じで、えー、まあ、撮影することがね、できなくなってしまいました。で、あとね、表の方の症状もあるんですけど、これ電源をね、入れると、 多分ここのね、シャッター膜っていうんですかね。これ開くんですけどね、はい。開かないんですね。で、カメラエラーという感じに壊れました。はい。で、こちら見てみると、この液晶の部分のこの角のとこですね。ここですね。もう亀裂が入ってしまって、でここのところもね、パカッと割れちゃってるんですね。なので、まあ、修理に出しても、この部分はね、多分 全部特解になるのかなと思います。液晶が生きてればそのまま使うことも可能ですけど、多分問題なく使えるんではないかなっていう感じではありますね。ただですね、まあ実際その絵をね、こう撮って見てるわけではないので、えちゃんと撮れるのかどうかっていうところもまあ不明です。まあいずれにしろ撮影することが一切できなくなってしまったので、えー、これを修理に出したいと思います。まあこれ購入してるのがマップカメラさんだったので、保証の方もね、 あるんで、見てみたんですけど、一応ですね、落下したり、まあ、水没したりっていうのに関しては、まあ、保証対象外だと。で、メーカー保証の方も対象外になってしまうので、まあ、ソニーさんの方に直接お願いしますということで、まあ、ソニーさんの方に、えー、ネット、ウェブをね、通じて申し込みをしました。で、申し込みをすると、え持ち込み修理か、宅配修理受付サービスっていうのがあって、まあ、どちらかで対応ができるよということなんですね。 まあ通常のね、故障と違って、自損、落下させてしまったので、優勝になってしまうだろうっていうのはもちろん、覚悟はしております。ただ、中がね、どれぐらい壊れてるのかっていうのがわからないので、また一体いくらになるんだろうっていうところも気になるところですよね。なので、今後はね、そちらの方も、こんな感じになったよって、僕は落としたことで、これぐらいかかったよっていうのもね、動画で発信していければいいかなと思います。 でえー、今回ね、使ってたのが、レンズの方が2470のシグマのね、えー、レンズを使ってました。まあ、重いので、そのままね、全荷重がここに一点にね、ボーンとかかってしまったがゆえに、まあ、外装自体はそんなにはこう、目立ったものはないんですけど、中の多分フレーム自体がちょっと揺れたというかずれてしまって、 えー、多分このような原因になってるのかなと思います。えーまあ、一応ね、修理に出せばまたね、治って使えるだろうと思っているので、えーまあ、なんとか次の仕事までにね、これを修理していただいてやろうと思っております。で、実はこれね、使ってまあ壊す直前、昨日なんですけど、実はね、ソニーのプロサポートにね、入ろうかなっていうふうにも考えてたんですよ。でその直後にこれだったので、まあ、余計にね、心苦しいというか <laughs>、 なんてタイミングだったんだっていうね思いがあるんですけどもなので皆さんねこういったやっぱカメラね使う時っていうのはまあそういったサービス保証なりっていうのも入っておいた方がやっぱいいなと思いますしまあ使う時ですね、まあ、三脚に使ったりジンバルに使ったりっていうのはあると思うんですけども意外にね当たり前のように使ってたものが突然ねふとした時に起きてしまうトラブルっていうのがやっぱあるので えーまあ、今回僕は仕事に関しても、まあ、サブ機で6600点いうのを持っているので、まあ、なんとかそれでね、業務自体をこなすことができるんですけども、まあ、ただね、4K の 120P というのが取れないので、まあ、それに関してはちょっと残念な部分かなと思います。はい。で本当にね、ふとした時に起きてしまう、えー、事故が結構ね、えーまあ、遅かれ早かれあるんだろうなとは思ってたので、はい。まあ、今回そのタイミングが来たのかなと思います。まあ、言っても僕の まあミスではあるので、そういったミスがね、起きないように今後はね、えー、もっと気をつけてやっていきたいかなと思っております。で、えー、一応これ、ん、持ち込みサービスにしようと思ってたんですけど、ソニーストアの方での、でソニーさんの、えー、まあこの持ち込みをするところっていうのも、あんまりね、数が多くないんですよね。 で、修理サービスみたいなのも以前あったんですけど、それもね、えー、名古屋店が移転することによって、それのサービスもなくなってしまったので、えー、現在に持ち込みするところっていうのはほぼないので、まあ、宅配サービスでいければいこうかなとは思っております。あなので、まあ、動画としても、また、あ、見積もりが出てきたりとかすると思うので、落としたことによって、これだけお金かかったよとか、 そういった部分もね、今後また Vlog でお伝えできればなと思いますんで、えー、楽しみにって言うとちょっとあれだけど <laughs>、はい、まあ、参考になったら嬉しいなと思いますんでね、えー、そちらも、はい、あのチャンネル登録してお待ちいただければと思います <laughs>。はい、ということで本日はね、まあ、パパパッと喋りました。細かいこと知りたい方はね、ぜひライブの方、えー、上がってますんで、そちらもねご覧になってください。はい、僕の より悲しみが伝わると思いますんで。はい。ということで本日はね、この40万する α7S3 落下させて壊してしまいましたという動画になりました。この動画、かわいそうだなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではではみっちぃでした。バイバイ。